京都へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです、今日はね激辛チャレンジです。もう久しぶりにむちゃくちゃあのカレーが食いたくなってきたんで、ココイチで撮影させていただきます。ほんであのココイチで今まで僕最高5辛までしか食べたことないんだけど、もう5辛でもねもうずっと半日ぐらい胃袋が痛くなるんだけど、今日はね10辛生まれて初めての10辛にトライしてみたいと思います。それでは行ってみようぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。ということで、ココイチ行ってきます。久しぶりやな。普通に今食べたいんやけど、せっかくやし10からトライします。今日はね、チキン煮込み、これを10からいくかな。10からノンカットでいくから食べてるところ、はい。すいません。はい。チキン煮込みのチキンカレー。10から。10からでご飯の量は普通でよろしい。ご飯普通です。はい。はい。10からチャレンジ。ここですね、ノンカットでいくから、ノンカットで。多分汚い絵になると思いますけど、よろしくお願いします。汗やら鼻水やら垂れるかもしれないし、鼻も途中で噛みますけど、ご了承いただきたいと思います。煮込みの10辛です。10辛、初めて、生まれて初めての10辛はこんな感じです。匂いからして鼻が詰まりそう。もう俺が前に来ただけで汗が出てきた。うまそうやね。もうノンカットでいいからね。ノンカット。いただきます。それじゃあノンカットでいくから水やらセットして漬物やらセットして。飲めるかどこは。よし。飲める。よし。じゃあ、ノンカットチャレンジ10分ぐらい行くぜ。ぐらい胃が痛くなるからどんなと思って食べてみたけど甘くないね、これ。もう振ったよ、から酒は抜けそうです。
部分俺からしたら前に挑戦したライライトのネックスエンド、あれよりマシやわ。だから男としてもうちょっと軽くしてやるわ。見とけ見とけ、鶏からスパイスの10カラスっていうか、ココシのカレーはうまい。チーズかなんか入れたらよかったなこれ。久しぶり、何年ぶりかの国王寺だし、もう普通に食ってよかったのかもしれんけど、ちょっと気になったんで中から言うてみたら甘くないね。食べるほど辛い。なくなってきた。この癖見てください。やばい、舐めてたらダメです。食からだけど食べます。新量が少なくて入れてみる。なんだこれ、香りだから。もう味わう余地がない。ちょっとこの辛さで顔が真っ赤になって、汗だ。
さんに助けてもらいます。ということで、すさまじい汗じゃない。やばい。この汗。久しぶりのココイチ。しかも、中辛。完食だ。でも辛いけど、やっぱりココイチのカレーはうまい。だけど、お辛で抑えてください。こっちの中、ピリピリしてます。本日も大成功です。ごちそうさまでした。口の中が痛い。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ、10から舐めたらあかんよ、これはほんまに。もう死亡するぜ、マジで。もう口の中がもう大やけど、もうあの、大々でのエンド。あれにも負けへんぐらい口の中が痛くて、今はこの辺が痛くて、これからここが痛くなって、明日もここが痛くなるから、もう危険なんで10からやめた方がいいです。あの良い子は普通の3からぐらいにして美味しく食べましょう。ということで、ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。久しぶりのココイチ、次は普通で食べます。ありがとうございました。それじゃあ最後に、ご視聴いただいている皆様、愛してます。最後までご視聴いただき、ほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。